刑事課に配属されることになりました。クルス長です。誠心誠意頑張ります。張り切りすぎると疲れちゃうよ。レイジさんのバディとして。バディなんて気安く呼ぶな。僕はバディは持たない主義でね、すまないな。正義君、君は君で好きなようにやってくれたまえ。事件発生だ。大義なき警察に正義の鉄槌を、どういう意味だ。西園寺博士。西園寺博士って、あの凶悪犯罪者の。本庁は全勢力を挙げてこの誘拐事件の捜査に乗り出した。事件が起こることを願ってるなんて、君刑事向いてないよ。西園寺博士、今は刑務所の中のはず。僕は彼みたいなタイプは苦手なんですよ。バーディーなんて冗談じゃない。西園寺が脱獄しました。なんだって。私はね、君を断罪するために来たんだよ。いや、すごいですね、レイジさん。そんなやつを一人で捕まえたなんて。いや、一人じゃない。え、ことぶき君と彼のバーディー二人で捕まえたんだ。レイジさんのバディ。カズキ！ことぶきレイジ、君が私に発砲すると同時に私は君のバディを撃ち抜く。君の求める正義とはバディを犠牲にしてでも貫けるものなのか。どうなんだ。大丈夫だ、お前は助かる、絶対助かるから。自分のことは自分でわかる。カズキさんの代わりになってみせ。その名前を僕の前で二度と口にするな。俺はあなたを守りたいんです。簡単に守るなんて言うなよ。信者とは違うよ。中塚警部、何としても確保するんだ。これ以上罪を重ねる前に。レイジさんの正義って何ですか。また正義の話か、いい加減にしろよ。あんたとカズキさんは自分の正義貫いたんだ。胸張って生きろよ。あんた俺のバディだろ。西園寺、お前を逮捕する。やってみろ。正義君。はい。全てかけるまでさ、最高思い。